シェパーズタウンの戦いは南北戦争のメリーランド方面作戦の終わりを告げるものとして1862年9月19日から20日にウェストバージニア州ジェファーソン軍で行われた戦闘である。アンティータムの戦い後南軍ロバート ED の北バージニア軍は北軍の襲撃に対して備えたがそれが来ることはなかった。両軍とも 不祥兵を回収しまた交換するための申し合わせのない急戦があった後にリー軍は9月18日の夜にポトマック川を渡ってバージニア州に退却したリーは連軍として砲兵隊長であるウィリアム・ペンドルトン巡将の指揮で2個不評旅団と大砲45門を残してボトラーズ・フォードを守らせた9月19日の日暮れ直前に 北軍フィッツ・ジョン・ポーター少将の第5軍団からチャールズ・グリフィン・准将の2000名の不評と狙撃兵がボトラーズ・フォードでポトマック川を渡った。この部隊はペンドルトンの伝軍を攻撃し呼び戻される前に4門の大砲を捕獲した。ペンドルトンは D 将軍に北軍が川のバージニア側に来ていることと大砲の一部を失ったことを報告した。 9月20日早朝、ポーターはニコシ団の部隊にポトマック川を渡らせ、共闘法を築かせた。南軍の AP ヒル少将の警視団がシェパーズタウン方向に5マイルを戻り、川の対岸、メリーランド州の丘にいる北軍砲兵隊からの砲撃の下で反撃を行った。ポーターは川のバージニア側にいる不評隊が勢力で、 負けているという報告を受け、撤退命令を出した。しかし、経験の足りない第118ペンシルベニア風評連隊の大佐が、適切な指揮命令系統を通じた命令を受け取るまでは、撤退を拒み、その連隊は孤立した。南軍が接近すると、北軍の連隊は強行に陥り、兵士たちは、急旬な崖を這い降りて、 浅瀬や近くのダムの上を伝って川を渡った。安全地帯に逃げ込む、試みの中で溺れた者も,もおり、この連隊737名のうち269名の損失を出したと報告した。2日間の北軍損失合計は363名となり、南軍は261名だった。シェパードタウンでの南軍伝軍の働きにより、北軍は撤退する。 リーグンを追撃する意欲をそがれ、メリーランド方面作戦は終わった。ありがとうございます。